アンナ・マクダレーナ・バッハアンナ・マクダレーナ・バッハは、ヨハン・ゼバスティアン・バッハの5歳で、ドイツの声楽家、作曲家。ザクセン・バイセンフェルス校の宮廷トランペット奏者、ヨハン・カスパール・ビルケとオルガニストの娘であった、マルガレータ・エリーザベトンの7人兄弟の罰子として、サイツに生まれる。1718年2月頃、父と共に、バイセンフェルスに移っている。年には、 アンハルト系天候、レオポルトの宮廷ソプラノ歌手として、K 店では有名だった。同地で1717 17年より、宮廷学長を務めるヨハンゼバスティアン・バッハと知り合いとなるが、ビルケケとバッハ家は音楽家同士として、早くから交流があった可能性が高い。1721年9月には、K 店である子供の大富母として、JS バッハと共に名を連ねている。 1721年12月3日に、レオポルト公の許可を得て、バッハの自宅で、バッハとの結婚式が行われた。バッハは、前の年に、戦災のマリア・バルバラを亡くしており、アンナと再婚した時には4人の子供を抱えていた。バッハとの間に、1723年から1742年まで、 およそ20年にわたって13人の子を成したが、そのうち7人は創生している。生き延びたこのうち、作曲家として名を挙げたのが、ヨハン・クリストフ・フリードリヒ・バッハとヨハン・クリスティアン・バッハであった。バッハとは16歳の年齢差があったが、共通する音楽への関心によって結ばれ、幸せな家庭生活を送ったとされており、しばしば、バッハの上司諸や、 筆者府の作成に協力した。このため、アンナの筆跡は、時を経るにつれて、次第に夫に似るようになったと言われている。バッハの死後1750年には、成人した息子たちはそれぞれ独立しており、アンナは二人の未婚の娘と同居を続けた。娘たちはアンナに尽くしたが、自立した息子たちから経済的に援助を受けていたという形跡は見られず、家父や、 未婚の女性たちと同じく、当時の監修に従って、ライプツィヒ首都局やライプツィヒ大学からの支援、臨時の寄付等によりつつましく、余生を送ったようである。この名で知られる、首候府は二つ存在し、それぞれ1722年と1725年に書き始められている。含まれる作品は以下の通り。1725年のものに含まれる作品は以下の通り。 他の作曲家の作品も取り入れられているが、作曲家の名を記していない。アンナ・マグダレーナ・バッハの著とされていた、バッハの思い出は、エステル・メーナルが1925年に出版した、ザ・リトル・クロニクル・オブ・マグダレーナ・バッハが原著である。著者は偽証を意図したわけではなく、あくまで創作として発表している。事実関係については1925年時点での、 バッハ研究の成果を反映しているが、現時点では誤りも参見される。おそらく本書が独訳されて、ドイツで出版された時、著者名を伏せたところから錯誤が生じたと考えられる。ドイツ人にとっては本書がフィクションであることは自明だったが、これを読んだ日本人が本当にアンナ・マグダレーナが表したものと誤解し、読語版から翻訳した。現在でもまだ、 日本ではアンナ・マグダレーナが表したかのような体裁で出版されているので注意が必要である。フランス出身の映画監督ジャンマリー・ストローブとダニエル・ユイレが西ドイツとイタリアで共同制作した作品1967年発表。大作曲家の半生と日常を妻の視点と声を交えて綴った映像作品として有名。18世紀の生活習慣や 演奏風景を再現するため、コレギウム・ワウレウム合奏団のほか、ボブ・ファン・アスペレミア、ニコラウス・アーノン・クール、アウグスト・ベンチンガーなど、当時の古楽器演奏家や古楽演奏家が、当時の衣装をつけて出演した。今日の古楽演奏の水準からすると、歴史交渉の点で覚醒の感があるのは否めない。しかし、バッハを演ずるグスタフ・レオンハルトの威厳ある演技と、演奏は、 現在でも評価が高い。タイトルロールは、クリスティアーネ・ラングが演じている。偽書、アンナ・マクダレーナ・バッハの日記との混同を避けるために、日本語版のビデオや DVD では、上のようなわけになっているが、現代に基づく、アンナ・マクダレーナ・バッハの日記という呼び名でも依然として、定着している。ミセス・バッハ・バロックの名曲は、夫人によって、書かれた NHK ハット ABC ・ヒ口隆一。 バッハ新調者、カラー版作曲家の生涯、1985年、110から111ページ、ありがとうございます。